お疲れ様でした。まず本日の感想を聞かせてください。まあ、全体的にはすごいやっぱり自分自身のジャンプのミスがすごく目立ったと思います。そうですね、今日は館内で一緒に練習している友達からミスなく滑り終えれたらちょっとご褒美がもらえるっていう約束をしてたので、まあそれをこう叶えるために、まあある意味モチベーションを自分で上げてやったので、まあ滑り自体は久しぶりの試合にしては良かったんじゃないかなと思います。そのご褒美というのは、まあ一つはうまい棒をノーミスしたら100本もらえるっていう約束 でもう一つはなんかお菓子を作ってもらうっていう約束でした。わかりました。お二人今期でジュニアとしてはラストイヤーとお聞きしております。まあ、シニアで戦っていく覚悟などをお聞かせください。シニアは やはり滑りからも全然違うので、もう、まあ、オフシーズンで徹底的にもう滑りを強化していきたいと思います。シニアの世界というかシニアの選手の人たちを見ていて一番自分たちと違うのはそのペア選手としての意識の違いがすごくあるなと思っていて、一つ一つの技と技のつなぎであったり、まあ、普段からの生活であったり全てにおいてそのシニアの選手っていうのは自分の行動一つ一つに責任を持って行動しているので、自分たちにはまだその責任感がないので、まあ、少しでも早くそういう選手になれるように頑張ります。明後日のフリーへの意気込みを聞かせてください。まずは自分自身のジャンプをもうミスなくできるようにと、あとはやはりデススパイラルとかですごくスピードが落ちてしまうので、まあ、そこを早くできるように明日の公式練習で練習したいと思います。全日本ジュニアに棄権という形で出られなかったので、その悔しさをこの大会で晴らせるように、まあ、お互い怪我なく最後まで笑顔で滑れるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。